さしか聞かない奴らです。なんでここに来ちゃったんだ。人を殺すために出かけるんですよね。そうですよね。お前の実力を見せてみろ。時代劇そのものはやはり映画監督である以上一回はやってみたいっていう気持ちはずいぶん前からあったんですけど、いつも映画は映像と音でこのお客さんに体感してもらいたいという感じで作ってますので、時代劇ですので盾というのはこう見たかったりするわけですので、そういうのはちゃんと入っていると。ただそこに至るまでのストーリーをどうするかっていうのが今度の自分の時代劇のテーマだったんで、まあ、このでも映画に関してのテーマは、人をこう切ったりする時にこう起こるダイナミズムみたいなものを喜ぶっていうことへのなんかやっぱりアンチな気持ちがあったので、時代劇そのものはそれを楽しんだり娯楽にするのは もちろんありなんですけど、まあ今のこの時代ってことと今自分が作るってことで言うと、喜んでるお客さんの顔にだんだん刃が向かってくるような雰囲気の映画にしたいっていうのがありました。